愛知県の大村知事は年頭会見に先立って防災服で会見に臨み、能登半島地震の被災地への支援に全庁一丸となって対応する考えを示しました。そして年頭会見では恒例の書き初めを披露しました。良役運心、天高く舞い上がる竜のごとく、勢い盛んに愛知が成長発展し大きく躍進する1年にしてまいりたい。一方、岐阜県庁では職員らおよそ250人が出席して仕事始め式が開かれました。明けましておめでとうございますと言いたいところなんですけれども、能登半島地震、そして羽田事故と新年早々相次いで、厳しい事態が起こっております。まずは古田知事は能登半島地震に触れた上で、岐阜県内の防災危機管理体制についても気を引き締めて対応するよう指示しました。